東京都立豊玉病院とは、かつて東京都新宿区にあった医療機関、伝染病を専門に扱う病院であった。1898年に豊玉郡の拡張村が大久保病院の一部を曲がりして伝染病隔離所を設けたのが始まりである。1902年12月に東京府豊玉郡淀橋町柏木1279番地の地に移り、 東京府豊玉病院として伝染病予防法による伝染病院を開設した。1922年4月、軍政廃止に伴い、豊玉郡の町村は豊玉病院組合を作り、4月13日、町村組合豊玉病院として運営が再スタートした。1931年には、鉄筋コンクリート2階建ての新病棟が完成した。 1932年10月1日、東京市が豊玉郡を編入したことにより、東京市立豊玉病院となる。伝染病院としては、すでにあった駒込、本所や豊玉と同様に市立病院となった豊島、江原、足立、葛飾の各病院と合わせ7病院となった。1943年の都政施行で、東京都立豊玉病院と名称変更。 1948年1月17日に性病病院を置く。性病病院のある間は1階に性病病院、2階に伝染病院と住み分けを行った。施設の老朽化、伝染病の縮小傾向により1962年頃から廃止が検討され、1966年3月をもって廃止された。1月に入院患者の受け入れを2月に 外来患者の受け入れをそれぞれ停止し、患者は都立豊島病院、都立江原病院に転院した。後地は新たに看護学校建物が新築され、1969年に東京都立第一高等、看護学院飯田橋分校舎が移転し、1971年に東京都立新宿高等看護学院が設置された。しかし、 看護専門学校も1988年に廃止。後の東京都立医療技術短期大学の源流の一つ。これも2000年に廃校。現在の東京都立大学に統合された現在は、東京都による青少年に関する複合施設、東京都子ども家庭総合センターが立地している。ありがとうございます。